ご視聴ありがとう。こびぜんのうぐいすまるだ。泣き狐とお供の狐にございます。今日もよろしくね。動画時間の都合で区切りましたが、ブルーエンドへ向けてイベントを進めてまいりますぞ。ゼルマとリヒトが初めて出会った、ゼルマの母君の墓前だな。なかなかに長いはしごだったご様子。今度こそリヒトだぞ、ゼルマ。やっと会えたね。ああ、よかったな。よかったね。まさに感動の再会でございますな。ゼルマだって、本当はリヒトや、家族の皆がいてくれればよかったんだろうな。ずっとお一人で寂しくて、狂ってしまった結果なのですよね。それでも加害者は加害者だから、天国に行く前に禊ぎはしっかりね。おっと、また地震。じゃない。お屋敷が崩れるですと？地盤から脆くなってたかな。他人事だな。まあ他人事には違いない。ヒカル殿の言う通り、きちんと反省なさるのですよ。ああ、成仏したか。もう幽霊屋敷はなくなるのですね。おっと、そういえば居残り組は大丈夫か？リント殿にヒンメル殿。いないと思ったら、居残り組のみんなを避難させてくれてたのか。地震ではなく、屋敷の崩壊の予兆だったんだな。危ないところでございましたな。揃って生き埋めなんて事態にならなくてよかった。夜が明けちゃった。長い夜だったな。これでビントも心置きなく旅立てるか。ハイデルバッハ家の皆様だけでなく、お屋敷に囚われた被害者の方々も解放されたでしょうか。突然のおじいちゃんムーブ。セイヤ、どうした？今のリント殿のお言葉に思うところがあったのでしょうか。孤独に沈む君たちに光あれ、ロザリア教の聖典の言葉だったな。さよなら、リント。向こうで久しぶりの家族団らんを楽しめるといいな。ここで行ってもよかったと思うが。学校で告げることで、クラスの方々への牽制になると考えたのでは。ヒカルの境遇が多少良くなるといいね。みな心配しているだろうからな。特にお留守番に甘んじてくださったサクラ殿にはきちんと謝罪をなさってくださいね。ゼルマ、一番大切なものを思い出せたんだな。リヒト殿がおそばにいてくだされば、ゼルマ殿はきっと大丈夫なのでしょう。だが、無関係な人々を殺してしまった罪はちゃんと償うんだぞ。だぞ。それから天国で大切な人たちとゆっくり過ごして、次に生まれ変わる時は健康であることを祈ろう。そうだね。今度こそ、リヒト殿と一緒に、どこへでも行けるお体で生まれてきてほしいですが。ゼルマの実の母上はどんな人だったのかな。顔は母にだったんだろうか。もしかするとゴゴ堂も病弱な方だったのかもしれませんな。スチルの温度差。聖夜一行と健一は今回が初対面だったか。ヒカル殿の小獣とぶりがすごかったですね。正門と奏とあかりは両方と面識があったんだな。今回のお話で人間関係が一気に広がった感じがしますね。これからいろいろありそうな新キャラも出てきたし。今回は群像劇といった雰囲気だったな。パーティーの分断と視点の切り替わりが多かったですが、組み合わせによって皆様の関係性が分かったり、操作キャラによって調べた時の反応が変わったりと楽しめるポイントが多くてよかったですな。みんないい子だった。ラキが元気でよかった。ヒカル、ノーマルエンドの後のこの清々しい笑顔、よかったな。今度は守れたこの笑顔。ブルーエンド、親友。いい代だ。学校や家では孤独かも
しれませんが、あかり殿やセリア殿たちがいることをどうかお忘れなく。さて今回のおまけは。すっかりおなじみになりつつあります千代美殿ですが、今回は怨恨の間にいなかったから久しぶりな気がするな。これを調べていけばいいのかな。茶器のようだが。おまけ1、和解。この疑問形は一体。おお、光と明かりと健一。お部屋にお招きしてお茶を飲む程度の関係にはなったということでしょうか。あれ、正門殿と奏殿はいつでも怨恨の間から出られたのですか。全員で帰るために黙っていてくれたのか。お優しい方々ですが。ツンデレ。ご本人には内緒でございます。あ、コジュートスイッチオン。ヒカル殿、アカリ殿は精神面では健一殿に大いに支えられてますので。ヒカルもアカリが可愛いゆえのことだろうが、まあ徐々に歩み寄るしかないか。健一がいい子なのは分かってると思うし。まだまだこれからですが。今度は机と椅子、学校での出来事か。おまけに、和解。今回は疑問形ではないと。栄の宮。西の宮学園の誤字でしょうかね。友樹のことっぽく見えるけど。よくわかりませんが、スプーン投げのトリックを暴かれて不登校になった方がいるのでしょうか。おお、ヒカルにラキが歩み寄っていく。今大事なとこなんでちゃちゃ入れないで。おう。ラキ、ちゃんと言えたな。それも皆の前で、頑張ったな。ラキ殿。わぼわぼしてきた。ラキがヒカルとの付き合い方を学んでくれた。ヒカルに悪気はないからね。シノブ殿も肩の荷が下りた感じでございましょうか。今後はいいライバルになれそう。ヒカルの学校での境遇も少しは改善されそうだな。次はお料理のようですな。どういうことだろうな。おまけさん、帰還祝い。おお、さくらの出番か。今回さくら殿はずっとお留守番でしたからな。左で生産されるダークマターが気になる。鉄塔はデッド屋敷。いや本当に殺意の高い屋敷だったからな。みんなさくらが巻き込まれなくてよかったと思っているぞきっと。さくら殿、気づいていなかったのですね。いつもは道真が料理してると止めてくれるもんね。胃薬。道真殿の気持ちを無駄にしないさくら殿の優しさ。光も逃がしてあげてせいや。彼らの胃は心配だが、日常に戻ってきた感じはするな。平和といえば平和ですが、次はお墓ですか。ここまではほのぼのとしていたが、これは何だろう。おまけ4、墓参り。おお、キンメル殿ですな。ビントの墓参りに来たのか。いつも。ビント殿はそんなに幽霊歴が長いのですかな。今はの際のお願い。と言ってるから、割と最近まで長生きしてひ孫の面倒を見ていた可能性もあるな。おや。ビント殿、成仏されたのでは？なんだなんだ、まだ何かあるのか？言い残したことがあったの。道真殿？仲直り、ヒンメルは記憶を失う前の道真と仲違いしていたのか。正門は会わせたくないみたいだったけど、何があったんだろう。ビント殿は今度こそご家族の元へ行かれたのでしょうか。ヒンメルは自分でも許してもらえないと思うようなことをしてしまったのか。今のところは悪い子じゃなさそうだけど。道真殿とヒンメル殿に一体何が。次回を待てということだろうか。誰かいる。黒いマントの人物も気になりますが、先にこちらの雪だるま殿から。おまけ後、いつかの開口。仕事中の道真のようだな。おや、道真殿の元にヒンメル殿が。ビントに言われて会いに来たのか。あ、道真とヒンメルは屋敷で顔を合わせてないのか。過去知り合いだったようだが、
道真は覚えていないしな。ああ、身体的特徴は聞いておられましたね。あ、誤解させた。すぐに溶けた。ヒンメル、辛そうな顔をしているな。仲直りしたかったらしいし、思い出してほしいような思い出さないでほしいような、複雑な心境なんだろうか。正門殿は思い出さないでほしいのでしょうか。ヒンメル殿を道真殿に会わせたくなかったようですし。この辺も次回作への伏線なのかな。あれ、さっきのいなくなっちゃった。ここまでのおまけをすべて閲覧しないと進めない仕様だったのでしょうか。明人じゃないか。ケミチ殿のお声に応えて助けてくださった明人殿。詳しくは、死者の復讐、をどうぞ。誰のことだ？ケミチ殿たち、でしょうか？ケミチの友達だからって明人がそこまで言うかな。うん。お、思い出されたのですか？ヴィントが商売で有名とか、ヒンメルが霊能者として有名ってわけじゃないのか。ゾンネ。殺人鬼。ゾンネ、フォン、ハイデルバッハ、ですか。無関係とは思えない。ヒンメルの身内に殺人鬼がいる、ということか。なんとも気になる終わりでございますな。伏線いっぱい。殺意は高いし怖いし光が心配だしどうなることかと思ったが、とりあえずは丸く収まってよかったと思ったら気になる引きを残されてしまった。シリーズの続き楽しみだね。シリーズ続編に進みたいところですが、間に恒例の短編を挟みますぞ。そうか、次は短編か。次にやる短編は指導要素が含まれるそうだから、苦手な人は飛ばしてね。それでは、天魂ビーゲンリート、孤独の開口実況、これにて終幕とさせていただきます。今回は特に友情や家族の絆について考えさせられる話だった。では、最後までご視聴ありがとう。よければ次のゲームでもよろしくね。